おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ800です。はい。今回でとうとう800回を迎えることができました。こちらもね、視聴者様のおかげ、まあ、チャンネル登録していただけた方っていうかね、していただいた方、皆様の支えによってここまで続けてくることができました。誠にありがとうございます。ということで、今回の800回、いつものね、100回、200回みたいな感じで、区切りのいい時には、大体このキャラクターを紹介していると思います。ということで、今回紹介するのはこちら。じゃん、さん。はい。こちら、雪ミク、いちご、白むく。ってやつですね。粘土炉です。こちらは、いつのだ。いつの雪ミクだったか忘れちゃいましたけど、ナンバーとしてはなんか303ってここに書いてますね。ちっちゃいんですけどね、ここに303。雪ミク、いちご、白むく、バージョンってやつですね。こういう風に書いてあります。ちょっとね、発売時期ちょっとね、非常に分かってないっていうのが問題なんですけど、はい、一応こんな感じ。なんか、めでたい感じですよね。はい。一応こちらの方は、札幌雪まつり。で、まあ、普通に先行っていうかね、って変えて、その後、受注生産みたいな感じになってるやつです。まあ、私は受注組ですね。で、これも相当前です。一応、側面。まあ、こんな感じです。して、今ちょっと外れちゃいましたけど、ここの部分がこういう風になってると。これが、大体のこういう帯みたいなやつ、こうテープでベタって止められてて、これをね、再度この状態に戻すことができないっていうのが多いんですけど、これをこういう風に組んでるのは非常にいい部分ですね。はい。で、さらに反対側。そして、上。下。です。で、こちらの方を、今のね、帯の方をペロッと外す。中がこうなっているよと。そして、こちら。大体のやつって、こっからせーのって開けると思うんですけど、これ。この状態で上に向きにスポッって抜く。そんな感じになっております。はい。ということで、これね、開けていきたいと思います。では、レッツ。オープン。はい。開けるのに非常に手間取りましたけど、こんな感じで、中に入っているっていう感じですね。まあ、本体と公開の表情パーツ。これがさっきのこの横だったかな。ここだったかここだかにあった傘ですね。で、これが座ってる時用のシフトボディって感じかな。で、あと腕パーツ。あと公開の手首。あとなんかこの辺に、これとこれかな。お合体させるような感じだと思います。で、あとそれ以外に奥の方にベースですね。こういう風に入ってると。おぉ。奥にイチゴ。このイチゴリアルだな、随分と。リアルなイチゴがプリントされてますね。で、これはこの紙で終わりですね。そして、ここの後ろのところにこういう風に説明書と何か帯みたいなのがここに貼ってありますね。したあと、ここに入っているのが、これ、上に被ってる、これじゃないやつにするとき用の髪の毛パーツがここに入ってるという感じですね。はい。ということで、こちらパーツ一式すべて出して並べていきたいと思います。はい。パーツ一式並べたのがこの状態となります。いつものベース。これが、いつものタイプと違う、支柱ですね。これに、足かな。足をちょうど、こういう形になってるんだよね。こういう風に。こういう風に、ここの2箇所がくぼんでるんで、ここに足がこうやって入る感じかな。そして台座の方にブスッと刺すみたいな感じね。いつものだと背中にこう支柱がこういう風にね。形で、この C 型みたいな、こういう形でブスって入って、反対側が台座、こっち側が、本体、みたいな感じになってるやつは、特にないと。このタイプのやつで立たせると。まあ、大体見ていただいたらわかるかな。スカートっていうか、この裾の部分が可動タイプになってるわけじゃないんで、足をこう開いたりとか、こういうのがあんまりできなさそうなデザインになってるんで、そういう形になってるのかな、という感じですね。あと、こちら。座り状態みたいですね。それ用のシフトボディですね。だいたい上半身は使って下半身だけ変えるみたいな感じになってますけど、今回はもうほとんど丸ごと使う感じかな。で、公開用の表情パーツ2つ。あと、腕ですね。公開用の肘曲げてるタイプみたいな腕パーツ。あと、ここに置いてあるやつ。これが、多分、ね、見えないと思うんですけど、あ、見えるかな?ここの部分、ここの部分、今指で触ってる部分が、
こう雪のね結晶みたいなのになってるやつ、これが、頭部用の、雪模様レースシートってやつですね。で本来はこれからこの袋から出して、この台座からも、台座というかこの厚紙こっから外して、中のシートそれをペロッと剥がして、ちょうどここのね頭の部分にこうピュッとやるような感じでやるのが正しい使い方みたいなんですけど、これ1枚しか付いてないんでちょっともったいなくてね、使えないんでこれ今回使わないです。一応参考例としてこういう感じですね、こういう風に使用するという形みたいです。はい、それ以外に公開の手首パーツですね、であと傘、あとそれの絵ですね。でこれは、なんていうの、手に持たせるとかどっかに刺すとかいうわけではなく、この皿の上に飾った時にこうやって一緒に置いとくような感じのものみたいです。それと雪うさぎかな、あとこちら一応もう一個のこれ座り用の台座って感じかな。はい、一応こんな感じとなっております。そしてそれが一応こういう風に説明書の方に一応一式載ってて、パーツリスト、あとこれですね、座りパーツの、肩のダボ、肩ダボについてっていうのはそれ後でちょっとボディ見せた時にやりますけど、穴のね収縮防止のためのピンが刺さってるんで、まあそれを抜きますよと。そして座る、この状態ですねにするためには、今通常のこちらの方から足のパーツ1個持ってきてつけるよという方法になると。でそれ以外に先ほどのもう1個、レースシートはこうやってつけますよっていうのと、支柱の使い方っていうのがこういう風に載ってます。ではですね、とりあえずパーツ一式とりあえずざっと避けちゃいまして、はい、ではこちらですね、こちらいちご白むくぐるーり回します。はい、こんな感じ。なんかいつものいつものって言ってもね、雪みくってそんなに紹介してないですけどに比べて非常に落ち着いた感じですね。いやーこれはね可愛いね、今のところ持ってる中で一番好きかな。はい、一応こんな感じで、こちらこう塗装がね、なんていうの、マットな感じ、テカテカな感じじゃないんで、ちょっとどっかでガツンってぶつけただけでちょっとそこの部分、ちょっと傷っていうかね、跡が目立つような感じになってるんで、ちょっと取り扱いに注意が必要かなと。でとりあえずこの状態でも立つっちゃ立つんですけど、やっぱ安定して立たせるにはこの台座ですね、こちらの台座の部分に、支柱パーツこれをぶっすり差し込んであげて、で先ほど言ったここの穴ですね、穴っていうかくぼみのところに足をこうやって入れてあげると。これ逆かな、こうかな。はい、一応こうやってやるととりあえず安定して立たせることができると。逆ですね、支柱はこういう風になってて、後ろ側にピンがあるんですね。このピンがあるやつがやっぱり後ろ側になるようにするというのが正解みたいです。だからこれで合ってる、こういう形になりますよという感じです。でとりあえずこの状態での可動範囲ですね、とりあえず、まあ、頭部が首にジョイントが入ってるんで、まあ、この辺大体いつもと同じ感じ。ただ後ろ髪の部分、これ2本ピロンと出てるやつね、こいつが微妙にこの腕の部分に当たるんで、これをちょっと回避するようにしてあげれば左右に動くかな。さらになんかこれ取れたね、これ多分ボディ、こっちのボディにするときにもこれの後ろのやつはしっかりと移動しなきゃいけないですけど、まあ外れても問題ないと。まあこれはあと向きっていうか、あと動かし方はこのサイドのこの髪の毛、この位置によって動かし方が多少変わってくるかなっていう感じですね。であとこちらの方に本当はここにレースが入るという感じですね。で腕もまあ粘ドロイドのやつなんで、あのムーバブルだったっけな、可動重心見たくなってるやつは違うんで、その状況状況に合わせて腕の動かし方とかひねりとかはその腕に合わせて動、まあ、選択するという感じですね。はい、であと付属の腕関係ですね、一応こちらの腕をつけるときは根元から外すのかな、これここではなく今1段ですね、ここから1段外しただけではなく、さらに奥のこいつですね、はい、今ちょっとポロッと取れましたけど、こいつ、これを根元から外してこの状態ですねにしてあげて、ここに差し込んであげると。
はい、今適当にやってるけどこんな感じですね。こういう風に交換することができる、そんな風になっております。であとこの状態でもそうですけど、今この状態の手首をここからね、なんとか引っこ抜いてあげて、はい、取りました。これ取れたところに、付属の平手、こちらですね、これをつけてあげることもできるし、これつけましたね、こういう風につけたり、あともう一個腕曲げてるこいつですね、ここから手首を取ってつけることもできます。でさらにこれとこれを組み合わせてあげると、傘ですね、これを持った状態にもすることができると。それはちょっと後で、組み替えた状態にしたいと思います。でそれ以外に一個ちょっとね、ほーって思ったのがあったんですけど、まずこの状態で、まあ、頭部は動かしたりできます。それ以外に実はこれ取れるんですよ。でこれをこことここで割ってあげると、はい、そしたらこういう状態、いつものやつに比べてこうやって髪の毛まとめてたんだねっていうのがなんとなく分かるような感じにはなります。これによって、可動範囲というかね、こう全体をこう覆ってた状態になってるんで、後ろのこの辺の作りが見えづらかった部分が多少見えやすくなったんで、さらに動かしやすくなるかなという感じですね。そして、だいたいこういうやつをつけてるやつって中が作られてなかったりするんですけど、これをしっかり後ろのね、こういう風にしっかり作られてますよと。それ以外にもう一個感心したのがこいつですね。こいつがそのまんま白いやつにこういう風に葉っぱがついてるだけではなく、これをねこうすると、わかりますかね、これ蓋取った方がいいね、これ取ると中にここに点点点点点点、反対側もこうつぶつぶがあると。これイチゴなんですね。こうね、外側がこう白いやつで中が赤いイチゴってね、イチゴ大福みたいな、そういうようなイメージをされてるのかな。これはね、ただ単につけただけではこれ中が赤いんだねしか分かんないんですけど、こう内側を見るとこうつぶつぶのこういう点々があるんで、あ、これイチゴだったんだっていうね、こういうような遊びが入ってるというのも良かったですね。はい、でまあ当然ながらこの状態で表情パーツの交換ができるよと。まあ前髪を取ります。でこちら303番なんですけど、表情の交換システムが旧タイプになってるんで、頭部を一旦抜きます。でその際ここのジョイントも抜かなきゃダメですね。でこれ抜く必要性があるっていうのは、交換用の表情パーツ、そちらの方にもこちらとこちら2種類あるやつにもこれジョイントがついてる関係なんですね。これなければそのまま使えたんですけどね、一応2種類こういう感じで、一応こっちつけかな、これを選択してとりあえずつけて、でこちらの方から外してこれつけて、であと前髪を戻すと、はい、こんな感じ。そうするとこういう風に表情パーツを変えることができます。でこの状態でプラスこいつをつけることもできるし、さらにもう一個の表情パーツにすることもできるという感じですね。でさらに言うとこれがついてくるんですね。要はこちらの後ろの方にキュッとまとめたこっちじゃなく、いつものツインテにするバージョンがこれと。で付け方自体は今の表情パーツの方法と一緒で、前髪取って後ろ取る、でこいつを選択してここにギュッとねこうつけて前髪と、はい、こうするといつもと同じ感じだね、大体。でその際これはつけられないよと、まあ当たり前ですね。一応こんな感じになります。はい、交換方法でしたら大体こんな感じですね。まずそして、もう一個、それがシフトボディみたいなやつ、これですね、これ座り状態のボディ、これがあるので、まあ、これを使用していくんですけど、まずこの状態で先ほど言ったそのダボっていうのがこれとこれですね。これいいやと、こう抜いただ単にこうね引っこ抜くだけなんですけど、ここに、腕、これとこういう腕を一応ちょっと今回はそれを使いますけど、でさらにここからもう一個取りますと。でここにこいつを刺して、で
であと手首の向きかな。これは決まってんのかな。いや、これで変えれるはずだな。それでさらに反対側で位置の調整をギュッて仕上げると、こういう風にね、持った状態にできる。そしてとりあえずこれができたら、こちらの方からえいやと。でこの際もうホコリいらないです。でこちらの方から足だね、多分こういう風にペターンって座ってる状態になると思うんで、左足ですね。左足をここから抜くと。でジョイントがついてたんだね。このジョイントは使わないんで、これ引っこ抜いてしまって、こいつを用意すると。でこいつをここの部分に、はい、このように入れました。こうすることによってこうやってね、座った状態にできると。でこれができたら、ここにまずボディの方から頭部を取って、さらに後ろのこいつを外すと。でこいつは後ろに、これもね、穴縮まってる可能性があるんで無理にやらない方がいいかな。まあ、一応こういう風につけますと。そして今外してた頭部パーツをこちらの方に、まあ、移植ですね、してあげると。はい、このように取り付けました。ちょっとね、正面に向けちゃうと、この前髪が当たっちゃうんだよね。なので一応ちょっと横向けてますけど、横に向けた状態でも、まあ、大体こんな感じ、今3点に立ってるね、こんな感じにすることができる。他にこれですね、こちらの方に変えた方がいいと思うんで、まだ前髪1回外して後ろも外すよと。そしてこいつを用意してつけまして、でここにつけて、で前髪を戻すと。多分ちょっと目線の関係なんだよね、ちょっと上に向くような感じになるのかな。まあ、こうかな、こうだね。ちょっと髪の毛を外側に、向けるような感じにしてあげれば、こんな感じになりますと。そしてこの状態で、使用する台座がやっぱこれですよね。これをここに置いて、でこいつをかぶせてあげるよと。はい、取り付けたらこんな感じになりました。そしてここにこのウサギとかね、こいつを配置したり、ちょっとまだ使ってなかったこの傘とかね、こいつをこの部分で組んで、まあこう立てれればいいんですけど、これ立てらんないんで、一緒にこういう風にこう添えておくような感じ、こうしてあげることで、いい感じになるっていうね、もうまさにいちご大福っていうね、私はそのように思っております。これはね、結構可愛いは可愛いんだけど、どうしてもネンドロイドって頭部が大きくなっちゃうんですよね。その関係で、重心がね、後ろに行きがちなんですよ。で特に今回こちらはこのベースと、この本体の方をピンで打ってるとか、後ろに支えの支柱が入ってるわけじゃないんで、これでこけちゃうんですよ。で非常に今やってて怖いんですけど、これ今のガランっていう転倒によって、この後ろの髪の毛自体がバキッて折れるんじゃないかって思うぐらい怖いんですよね。なのでこちら、こうやってせっかくね、平らなんだから、ここにマグネット磁石仕込んどいてもらって、こいつのこの底自体が鉄板になってて、これがパチンってつくようになってたら、より良かったんじゃないかなって思うんですよね。ちょっとこう斜めから今みたいな感じで見下ろす感じにすると、顔が暗くて見えないんでね。でもうちょっと顔をこう上げたいと、こう上げると今度重心が後ろに行っちゃうんで転がっちゃうんですね。これがね、非常にちょっと気になるかなっていう感じですね。まあ一応この状態でやったらこういう感じになりますよっていう感じね。こうしたいんだけど、重心をやるとこうなってるんで、どう考えても後ろに行っちゃうんで、もっと顔をこう倒したいと。そうすると一応立つんだけど、これで暗いっていうね、ちょっとこれがマイナスポイントかな。なので、一応この状態で飾るときには、自分の目線よりちょい高いところに飾っておけば、下から覗き込む感じになるんで、これで飾ってもいいと思います。ただそれ以外の時は普通に、こちらのスタンディングボディね、こっちの方でいいんじゃないかなと思います。そして先ほどちょっとやらなかったこちらのボディ、ちょっと腕変えましたけど、この傘を持たせるときには、こういう風に腕をギュッと曲げてる、こういうタイプの両腕がついてるんで、こちらの方に変えてあげて、こちらの部分にこうギュッギュッギュッとこうで差し込んでいってあげるよと。そうするとこのように構えることができるんで、こちらの方に、まあ、このボディの方から再度ね、頭部とこの足、これを再度こっちの方にね、引っ越ししてあげるよと。
はい、一応持たせるとこんな感じで構えることができます。であとこの状態で、立たせるんであればこのベースでも多分立つと思うけど、安定感がちょっと危ないんでね、このねベースの方組み合わせてこうやってやってあげた方がこういう風にセットで飾るにはちょうどいいかもしれない。うん、傘持たせるとちょっとねやっぱボリューム感増していいんですけど、ちょっとね接続部分がねちょっと弱いっていうか緩いっていうのと、髪の毛のこの辺の干渉部分が非常に気になるかなっていうのがちょっと出てきちゃいますね。その辺がちょっとっていう感じがちょっと若干感じられましたね。はい。でそれ以外に、実際ボディがもう1個、公開の表情パーツが1つ、あ2つか、今使ってるやつ以外ね。で、あ、前髪がないからダメか、ダメなんですね。一応ボディとこれがこう存在するんで、もう1体組めるかなと思ったんですけど、前髪がないからダメなんですね。なので完全に選択式という形になっちゃうんですね。もう1個前髪が付属していると、まあいいんですけどね。ちょっとこっちも、こっから先の足がね、ないんで、その部分はちょっと布かなんかでね、覆ってあげれば、まあ2体飾れっかなって思ったんですけど、前髪がないからダメという感じでしたね。一応全体的な出来としては非常に可愛らしくまとまってはいるんですけど、要所要所ちょっと外れやすいなーって思った部分があったのがちょっと気になったかなと。あともう1個が、これですね、この、ここの部分につける。シールですね。シールというかね、レースみたいなやつ。そちらの方が、もう一個ぐらい指あってもよかったんじゃないかなっていう、そんな感じがちょっとしちゃいましたね。はい。物自体はね、結構可愛らしくてね、いい感じだったんですけどね。はい。ということで一応、今回は、ネンドロイドの、雪ミク、いちご白ムクバージョン。こちらの方の紹介をしていきました。いかがだったですかね。雪ミクは今回で2回目か。前がふわふわコートバージョンだったので、またね、次は900回かな。多分それぐらいの時にまた雪ミクとかね、その辺をまた出していきたいと思います。ということで、一応800回までね、来れましたということで、大変ありがとうございます。まだまだ続けていきますので、お付き合いをね、願えればと思います。ということで次回、次回801回目ですね。そちらはですね、フィグマの方を紹介したいと思います。このシーズン前に一度、一つキャラクターやってますんで、まあ、それの第2弾っていう感じかな。はい。そちらの方ちょっと紹介していきたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。バーイ。